1、2、3、こうなってる。だけど自分のこのエリアがあるね、これを超えてついちゃうとこういうふうに崩れてしまう。だから間合いが大事で、これからほんのちょっとこういってしまうとどんなに頑張ってても崩れてしまう。でこれがこの間合いだと崩れない。これはちょっとでも自分から攻撃しに行くとも崩れてしまう、ね、間合いが大事ってこと。だからこのこれが間合いね。この間合いに対して、はい、拳作って、この中に入れさせないって考え方、組み手の試合の場合は違うけど、あるいは攻撃しないといけないけど、だからここで止めるっていうふうにしとけば体は止まる。だからこれから出て自分から積極的に傷つきに行くと簡単に崩れてしまうってことね。はい、はい、じゃあ次同じように突きで構えて、はい、1、2、3、はい、そのまま、はい、1、はい、はい、1、2、はい、1、はい、もう何やられてるか分かるでしょうね。こっちの前を使う、こっちが前を使うと、はい、1強くなる。ただ同じ状態でもこっちが後ろを使うと弱くなる、ね、はい、それ前やった通りだから、じゃあ突く方も前意識してついて、はい、はい、1、そう、そうするとこっちがある程度抵抗できる、ね、はい、2、3、